どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。 x が0以上 π 以下の範囲で曲線 y イコール cosx と直線 y イコール -1 と y 軸で囲まれた図形を y 軸の周りに1回転させてできる立体の体積 v を求めてください。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、ですか。そしたら一緒に確認しよう。まずは状況を図にしよう。するとこうなる。今回は Y 軸の周りの回転体だから。底面積 πx 2乗を高さとなる y の範囲 -1 から1まで積分すればいいわけだ。さて今回は y イコール cosx、 この式から x を y の式に変換することができない。こういう時は y イコール cosx、 この式から置換積分の要領で y の積分範囲で y で積分するという前提を x の積分範囲 x で積分に塗り替えて計算しよう。まずは区間対応。この式の y に y の積分範囲を代入すれば x が0以上 π 以下の範囲では y イコール -1 の時 x イコール π、 y イコール1の時 x イコール0になる。次に y イコール cosx の両辺を微分すれば dy イコール -3xdx になる。ということで積分範囲は π から0までに dy は -3xdx に書き換えられる。定数の π を外に出して積分範囲を逆にすれば π×x2乗3x の0から π までの積分になる。この定積分を部分積分法で計算しよう。まずは x2 乗を微分する関数 sinx を積分する関数に設定しよう。そしたら大括弧微分する関数は何もしない、積分する関数はこの時点で積分、マイナスインテグラル微分する関数はここで微分、積分する関数はそのまま積分。まとめると式はこうなる。マイナス大括弧 x2 乗 cosx は計算すると π2 乗になる。2倍の x cosx の0から π までの積分は x を微分する関数 cosx を積分する関数に設定してさらに部分積分法で計算すればマイナス4になる。ということで元の式を計算すると π3 乗マイナス 4π、 これ答え。体積の式を作った時に x を y の式に変換するのが困難な場合は y の積分範囲で y で積分するという前提を置換積分を利用して x の積分範囲で x で積分に塗り替えて計算しよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。